福音料を報読する、超タスク祭オラリーを斜めにもかけている。その前に、リキリとトリキリを持つ、副タスク祭が二人いる。超タスク祭も、副タスク祭もオラリーを着用しているが、その着用の形状は異なっている。宝座の前で、長子祭の両脇でオラリーを右手に持って祈るタスク祭ベ別レヘムの高端教会の中を歩く。 彩服を着用した状態のギリシャ聖教会のタスクサイの姿。ステハリオラリカミラフカを着用しているが、スラブ系の聖教会では、写真のようにオラリを二重に斜めにも巻きつけ、カミラフカを被るタスクサイは一定の功績、年功を積んだものに限られている。フリゴールを準備する三人のタスクサイ。ステハリオラリを着用している。オラリは、方針例の際、タスクサイ。 副タスクサイが捨て針の上に着用する帯であり、聖教会の祭服。タスクサイが着用する時ときと、副タスクサイが着用するときとで着用の仕方が異なる。漢字表記では、大帯、生体がある。エピタラヒリは、オラリの変形とされる。細いストールであり、普通 10cm から 12cm の幅、3.5m ほどの長さがあり。 7つの十字がもも折りされるか縫い付けられ、場合によっては、清し、清し、聖の三後が縫い付けられていることもある。タスクサイは、オラリーを左肩から前腕にかける。伝統をしている間や、方針例の特定の動きに注意を促す時などに、しばしば右手でオラリーを持つ。ギリシャ系の伝統では、オラリーは、より長く、正面から後ろにかける際に一旦斜めに、右腕の下を通して、 左肩にかける。ロシア系の伝統では、このダブルオラリの形は年功を積んだタスクサイに与えられる。超タスクサイ、首、タスクサイも同様な長めのオラリを着用する。両性前には、タスクサイはオラリを腰に巻き、両端を肩から正面にかけて腰に巻いた部分に挟み込む。副タスクサイもオラリを着用する。しかし副タスクサイは常に、 両性前のタスクサイのような形にオラリを体に巻きつけている。いくつかの地域の教会では稀に同薬がオラリを着用することを許される。ただしその着用の仕方は副タスクサイとほとんど似ているが、両端はそのまま正面で X 字に交差させずに腰に巻いた帯に挟み込まれることが多い。語源であるギリシャ語のオラリオンは祈る。 口で唱えるを意味する。イザヤ小6、1から3にある天使、セラフィムの翼を模しており、タスクサイが天使のように神の傍らで放仕するものであることを示している。オラリは祈りを通して神に働きかけるためのものと位置づけられる。オラリなしでは、タスクサイは政務に携わることはできない。副タスクサイのオラリは、タスクサイとは着用方法が異なっているが、これは、 司祭長としてのイース・ハリストスの両脇で翼を、たたんでひざまずいている天使をかたどったものであり、フクタスク祭が司祭長である司教を補佐するものである、ことを反映している。初版は、オラリオンをサトックスウィッキー17時22分、エイプリル29、2011の版から翻訳。ありがとうございます。